はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、翔平図紅白戦の様子をお届けします。はい、まずフルスイングスキヤさんがセーフティー、そしてこれが、サード朝日くんがしっかりと処理しアウトに。でも気迫のヘスラー、いいですね。続くブラザー TV チームは、ノリさんがフォアボール、そして、鎌田さんの打席、これ、レフトにいい打球。伸びた打球、オッチョさんがナイスキャッチ、さすが安定の守備ですね。続く山内さんの打席、はい、これがストライク。キャッチャー P さんですね。ユーポンと P さんのバッテリー、はい、そしてお次追い込んで、これちょっと反らしてします。バッテリーエラーの間にランナーが三塁へ進塁します。ユーポンの球ってちょっと動くんですよね。はい、そしてフルカウントとなり、これ打っただけ、フラフラっと、いや、がっつり伸びてるな、伸びてるな。オッチョさんナイスキャッチ、グッドプレイ。さすがオッチョさんといった超ファインプレイです。ナイスキャッチ。そして翔平図先頭三浦さんがこれインコースの変化球を右方向に打って、そして走る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 、どうだ、ツーベース。いや、うまく合わせましたね。ナイスバッティングです。そしてお次、朝日くんのバッティング。はい、これ。出ました。太田さんのこのカーブ。縦に割れる。大きく縦に割れるカーブ。三振となります。続く、破壊王。これ、アウトコース、手が出ず。破壊王、この日、福島から来ています。最近ね、動画に出てないっていうのは、福島にちょっと転勤になっちゃったんですよね。それで出れずに。で、これの打球、ショートがエラー。ただ、ランナーと被り、これ、三浦さんの走塁めちゃくちゃ上手いと思うんですよね。わざと被るように走ってたんじゃないかなと思います。続く、絆代表、ゆささん、これ引っ張って、クリーンヒット、タイムリーです。ナイスバッティングでーす。いや、絆代表なのにもしかして、グローブ取りに行ってんじゃないのこれ。いや、ゆうささん、ナイスバッティング。そして、続いては、佐藤さん。これ、サードにボテボテーと転がった打球、リーデさんが処理し、ファーストアウト。ファースト、ナイス伸びですね。フルスイング、スキヤさん、伸びに伸びきってます。そして、シュンさん。これ、ボテボテーと、これ、あー、シュンさん諦めちゃった。ただ、この回、ショウヘイズ、先制点を奪います。続く、3回のマウンドにも、ユーポンが上がります。バッターは KH ベースボールさん。これがセンターフライとなり、まずワンアウト。はい、ここからジャイキリゾーンに入ります。まずは達也くん。これしっかりと選んでフォアボールとなります。さあ、お次のバッターは海斗くん。そしてガツンと、これがラベルザー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 、はい、ドラゴン。いやー、ちょっとリプレイご覧ください。これ捉えて、打球はグッバイ。見事なホームランで一気に逆転となります。いや、さすがのバッティング。カイトくん、ナイスバッティングです。そして、なぜか敵ながら、P さん、お出迎えしちゃってますね。いや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 、と言いたいところだけど。いや、ナイスバッティングです。さあ、ゆうさくくんを続けるか。うわー、すっげースイング。めちゃくちゃ狙ってるじゃないですか、これ。いやー、ゆうさくん、欲しがるねー。はい、ユーポン追い込んで、これが、ファーストゴロとなり、ゆうささんが しっかりと抑えて、これで2アウトですね。そして、続いて、ラガーズの斉藤先輩。僕の大学の先輩ですね。いつもお世話になっています。はい。そして、追い込まれてから、これ、ファーストに2だけど、ゆうささん、しっかりと止めるー。いや、ナイスキャッチ、ナイスボディーです。ゆうささん、ありがとうございます。逆転したい翔平図は、和樹さんから、これ、またもね、太田さんのカーブですよ。いや、素晴らしい、このカーブは。はい、ワンアウトで、続いて、ディオさん、これ、逆方向へクリーンヒット、ナイスバッティングです。いや、さすがですね、ディオさん。いいですね。続いては、翔平、これ、ストライク、思いっきり振っていきます。はい、追い込まれてから、これ高めのボール、レフト上がって、これ斉藤さんちょっと画面から出ちゃいましたが、ナイスキャッチ。俊足を生かしたナイス守備範囲でツーアウト。そしてヒロトのところでフォアボール、チャンスですね。はい、ユーポン、これ自演をできるか、またもカーブ、これ
キャッチャーがそらしたと思いきやピッチャーまで転がってるんですよね。いや、これちょっと転がったところが悪かった。カーブバットに当たらずチャンスを生かすことができませんでした。この回から破壊王がマウンドへ上がります。カムバック破壊王、これレフトに上がった打球オッチョさんがしっかりと掴みます。まずはワンアウト。はい、そして藤川さん、これアウトコース、ボール、フォアボールとなります。しっかりと見ましたね、藤川さん。そして先頭に戻って平峰さん、これ引っ掛けた打球セカンドゲッツ狙えるかと思いきや、いや平峰さん足早すぎな、併殺取れずも、でも2アウトになります。続いては鈴木さん、これ走ってユーポンが全然間に合わず、そしてランナーに当たる、この間にサードまで平峰さんが進みます。さあ浜松組で得点できるか、これがフォアボール、ナイス戦です。次も浜松2位で3、これアウトコースビタビタ、いやナイスボール、あの速いボールあそこに決められたらなかなか手出ないですよね。はい、そしてこれもフォアボール連続四球で満塁になります。続いて自援後できるか、太田さん VS 破壊王、これ高めの力の入ったまっすぐで三振となり、ツーアウト満塁のピンチをしのぎます。はい、逆転したい翔平図は、これ先頭両平なんですが、はい、こけます。あと、はい、もうテロップも入れなくて大丈夫、はい、反省しまーす。続いて P さん、これまたカーブですね、いや素晴らしいカーブ、マジで魔物魔球。はい、クリッチ、4番クリッチ、インコースビタビタです。ストライク、そして高め要求、釣り玉に手を出し三振、太田さんナイスピッチング。はい、5回表も破壊王がマウンドへ、バッターはフルシングスケさん、これフォアボールで先頭スリー、そして続くノリさん、これでデッドボール、いやすいません痛いですよね、ごめんなさい、これすいませんちょっと間違えてるんですけども、ランナー2、3塁ですね、フルカウントで、これフォアボール、そしてヒロト体で行かずにホーム帰ってきます。フルスイングスケさん、好走塁で追加点。そして続くバッターは山内さん。引っ張ってセカンドへ強い打球。三浦さんしっかり騒いでホーム投球、そしてアウト。三浦さん、これナイスプレーですね。判断もめちゃくちゃ良かったです。これでまずはワンアウトを取りますが、まだまだピンチです。KH、ベースボールさんの打球、これがレフトの前にポテンと落ちてタイムリーとなります。いやー、振り切ってるからあそこに落ちるって感じですね。ナイスバッティングです。畳みかけたいチームブラザー、ジャイキリゾーン入ります。達也くんの打球、これ高めのボール、しばきましたね、宇宙間へ長打コース真っ二つです。さあ走る走る走る、はい、ランナーはもちろん悠々と生還、そしてバッターランナーは三塁へスリーベース、ナイスバッティングでーす。はい、お次のカイトくん、また行くか、また行くか、ここはフォアボールとなり、そしてまたヒロト止められず、ランナー生還で追加点を与えてしまいます。そしてバッターはユーサくん、これまず初球ストライク、そしてお次の球バッター空振り三振、そしていやー、これがね、ちょっとヒロトの送球が逸れて、両兵が取れずに、進塁してしまいますが、ピューポン三振ですね。奪いましたね。ナイスピッチングです。ツーアウトとなり、バッターは斉藤さんと。これ叩きつけた打球、セカンドうまく取るも、ファースト悪送球。いやー、斉藤さんの足、速いからプレッシャーになったかなーといったところです。続くバッターは今泉さん。一本下がるか、ここで斉藤さんシール、ヒロト握れず。やっぱね、斉藤さんの足って脅威ですよね。普段味方だから、よかったと思いますけど。はい。そして、今泉さんのところは、フォアボールとなります。そして、またヒロト、体いけやー。パスボール嵐じゃないですか、これじゃあね。よくないですよ。またさらに追加点となります。藤川さん、さあ、どうなる？これ、サードに打った打球、これ、バウンド合わず、朝日くんバウンド合わず、いや、難しい打球でしたね。まあ、ここはちょっと、うん、まあ、仕方ないというか、なんというかです。はい。そして、平峰さん、セーフティー！これ、めちゃくちゃ綺麗なところ決まって、どうぞ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 、切れてしまいました。これ、浜松組から日頃の行いと、声が飛んでいます。いや、でもそんなことない。ナイスバントです、普通に。はい、これ、打った打球、サードにフラフラと上がって、しっかりとキャッチ。次回、翔平マウンドに上がります。チャンネル登録お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント
のグッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。